してやる。死ねえぜ。おい来た。ほら来いよ。やってみろ。とっておき。ふざけないでください。俺の番だな。やめろ。やろうぜ。さあ、やんのな。大丈夫。大丈夫。死に乗るのもここまでですよ。俺の番ね。してみろ。どうした？行けるじゃねえか。ここにされてじゃねえぞ。死ねえぜ。よし、行くぞ。ほら、やるのか。俺だめんなよ。こっち見ろよ。ほら、どうするかね。おい、ほら、やってやるぞ。やってやる。俺の番だ。ほら来いよ。行くぞ。やんのか。俺の番か。なめんな。よし、行くぞ。大丈夫か。いいな。
調万全だぜ。開けてみるか。やったぜ。いらっしゃいませ。いただきます。いただき、ごちそうさまでした。ありがとうございました。物件が売り出されてんな。
庭付き 4LDK とか売ってるぜ。いつか住んでみてえもんだ。そうか、俺は広すぎるのもな。うん、無所暮らしが長くて広いと落ち着かねえってか。うるせえよ。だがよく考えてみろ、布団、歯ブラシ、カップ麺、全部にすぐ手が届く今のお前の家と、全てバラッバラの部屋に分散された不自由な庭付きの 4LDK、 どっちがいいと思うよ。 4LDK じゃね。やっぱそうか。ございました。ございました。調子乗って
てんじゃねえぞ。おい、来た。来てみろ。やってみろ。見てろよ。俺の番だな。何？俺の番か。やめんなよ。やんのか。行くぞ。俺の番ね。してみろ。よし、いざ。ほら、どうするかな。やってやる。ほら、俺の番だな。ほら、ほい、来た。お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。あのずぶとい野々宮が首を吊るとはな。まったくだ。あの立地なら今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。本当にバカなやつだぜ。金のなる木を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。葬式だってのにどいつもこいつも金の話ばかりだな。仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。今風営法が厳しくてな。学校、病院、図書館なんかが半径200メートル内にあれば即 NG で、この基準をクリアできる繁華街はこの国にほぼ存在しない。つまり新規でソープランドを開店するのは事実上不可能というわけだ。じゃあ今あるソープランドは？ほぼ全ての店が昭和の時代にオープンした店だ。じゃあ野々宮さんが死んで貴重なソープランドが一軒消滅したってわけか。さっきすれ違った連中が言ってたように、その気になりゃ営業権を高値で売りさばくこともできたはずだ。なんで自殺なんかしたんだろうな。わかんねえ。でも菜の葉さんのこともそうだけど、他にもいろいろと悩んでたのかもな。意外と真面目だったし繊細な人だったのかも。真面目で繊細な人？そうかしらね。菜の葉さんか。そっか、お父さんの件も片付いたしな。元気になったんだ。っていうか見違えたよ。改めて見るとやっぱセクシーじゃん。バカ、店長のためにわざわざ来てくれたんだ。わきまえろ。菜の葉さん、君がお父さんを引き取った後、
我々が店に戻った時、すでに店長は野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、あの店長は一流のクズよ。自分で死ぬわけないでしょ。なのはさん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。まったくもう。違うって何が？私の名前はね、サエコ。名前はサエコって？ちょっと待ってくれ、どういうことなんだ？私はね、あなたたちとは今日が初対面なの。理解できた？おじいちゃん。おじいちゃん、まだわかんない。じゃあそこのメガネは？わかった？メガネって、いや全然わかんねえ。つまりストレートに考えりゃ双子だろ。大正解。もじゃもじゃ頭は頭いいね。そう、ナノハは妹なので、あんた姉のサエコか。じゃああんたもその風俗嬢なのか？風俗嬢じゃないけど、キャバクラで雇われママをしてる。その店のオーナーが野々宮だったの。あの店長、ソープの他にキャバも持ってたのか？あの店長、ああ見えて偉人町の風俗街じゃ指折りの名士だったみたいよ。だから一応乙姫ランドと私の任されてるキャバクラは系列ってことになるの。じゃああんたら姉妹で揃って野々宮のキャバと風俗に入店したのか？最初に入店したのは私。でもまさか妹が系列店に風俗で働いてるなんてずっと知らなかった。知らなかった？そう、妹が乙姫ランドで働いてたのはこの間まで知らなかったのよ。妹がお父さんの介護でそこまでお金を必要としてたってことも知らなかった。兄弟だろ？それにあんたが先にキャバクラにいたのにどうしてだ？複雑な家庭事情ってやつのせいでね。私は若い頃に家を飛び出してそれっきりだったから。絶縁状態だったってことか？うん。でもある日、妹が乙姫ランドに入店したの。じゃあ店長はそこで二人は身内だって気づいたんだろう？そりゃ気づいたわよ。双子なんだから当たり前よね。だから菜の葉には会ったその場で私がキャバクラで働いてるって伝えたみたい。でも菜の葉がソープで働くことを私には絶対に内緒にしてほしいって頼んだのよ。絶縁状態だからこそか。ところが何日か前よ、いきなり野々宮から私に君の妹と親父さんがピンチだって連絡があったの。ヤクザ絡みの介護施設にはめられたみたいだって。うん、そこで初めて妹さんたちの事情を知らされたわけか。そう、何年かぶりにね。でも菜の葉に内緒にしてほしいって言われてずっと隠してたのに伝えてきたってことはよほどまずい状況だったんでしょ。まあでも今はもう大丈夫だ、心配はねえよ。そっか、お父さんもあの子も随分世話になったみたいね。だからお礼も言っとかなきゃと思って。名前知ってたなら名前で呼べよ。俺らは親父。わかってる。あんたその後菜の葉さん会ってない。私はこの。なあちょっといいか。あんたさっき電話か何か、うん、だとするとそれ時間。そう、死んだ当日。なんだって？その上で言ってるの。あの人。あんた、はあ、乙姫ランドのボーイさんが？そうなんだ、
妹さんが親父さんを預けてた施設、清流会絡みのヤバいとこでさ、金を用意できないと親父さんを殺すかなんとかで。ちょっと何なのそれ。だいたい菜の葉が倉庫で働いてたとか、なんで教えてくれなかったの。ごめん、それは止められてたんだよ。でもこうなっちゃった以上、もうさっちゃんに黙っとくわけにいかないと思ってさ。じゃあまとまったお金がないとまずいってこと？でも今私そんなにお金は。まあとにかく少しでも集めてみるけど。でも時間がないんだよ。だから新入りのボーイたちが何とかしてくれるって今は信じるしかないんだ。でもあいつらならきっとやってくれる。そんな連中に何とかできる話なの？大体誰よそれ。元極道やら刑事やらの3人組でさ、見ず知らずの菜の葉のために命かけて頑張ってくれてんだ。それがさっき言ってた春日さんたち？そうだ、彼らは本当に頼りになる連中で。ん？あれ？なんだ？何？お客さん？ああ、多分。ちょっと待ってて。はい。誰だ、あんたら。おお、ちょっと待て。何勝手に入ってんだ。店長？店長？老马，老马，他在这里，老马。それが店長との最後のやり取りか。そう。最後ドタバタしてたってのは何だ。わからないけど多分中国語。かなり怒ってる感じで。だから自殺とは思えないと。うん。店長がその中国人たちにやられたんだとしたら今からでも遅くねえだ。とっくに言ったって。ここので。だから私は。だったらなんで自殺でしょ。わからない。刑事も途中でも私が電話で聞いた中国語をモノマネしてみせたら。サエコさんだったな。いいけど。いい？こんな感じ。ラオマだから意味は分かる。いや、よ、マジで？ラオマってのはハンピン・リューマンの幹部の愛称だ。ハンピン・リューマンの幹部？ええ、実際の名前。マブチ。おそらくこの部屋に乗り込んできたな。ま、で、野々宮を見つけた手下は大声で。いや、そのマブチってやつが。いや、でもここは清流会の島だろ。いい。だからその掟が破られたとなると。警察はなんで彼女の証言を無視したんだ。その刑事が知らなかったんじゃねえのか。逆だろうな。ん？偉人町の刑事でラオマを知らねえやつはいねえよ。なんたって町の刑事を丸ごと。やつは偉人町の刑事に子供の七五三祝いからまめまめしく世話して。なんで。もっとも刑事連中にしてマブチに自分らの個人情報が全部。なるほど。その上マブチが相手で被害者がソープの店長とくりゃまともな捜査は期待できねえかもな。なあ、そのマブチが怪しいとしてなんで店長は殺されなきゃなんなかったんだ。さあな、とりあえず窃盗が目的。珍しいわね、あの店長が大襟を出すなんて。ちゃんと準備しておいてくれてたんだな、俺らのことを信じて。野々宮との電話詳しく教えてもらえて助かったぜ。悔しいのよ、なんか。ん？全部私の知らないところで勝手に心配されて、勝手に誰かが頑張ってこんなことになったのが。私さ、父や妹とはずっと不仲で、間を取り持ってた母が死んじゃってからはもう居場所がなくて。だから家を出たんだよね。けど家族を捨ててきた私に野々宮は曲がりなりにも居場所をくれた。そんな人を私は最後までろくでなし呼ばわりしてさ、ありがとうなんて一度も言ったことなかった。だって急にこんなお別れが来るなんて
思ってもなかったから。私は自分一人で気ままに生きてきたつもりだったけど、案外身近な人間と重苦しくて厄介なつながりを持ってたんだなって。七宮がいなくなって初めてそう気がついた。重苦しい厄介なもんか。でもそれは絆って言うんじゃねえのか。私ね、悔しいのよ。野々宮はデリカシーないし、言うことも汚い最低の親父よ。でもだからって殺されたのに警察も知らん顔。野々宮は殺されても仕方がない人だって言うの？そんなわけないよ。私一人じゃ何にもできない。でも死ぬ前に野々宮があんたたちは頼りになるやつだって言ってたから、だから。だから俺らに会いに来たんだよな。オーケー、オーケーって、ひょっとしてまたやる気かよ。だんだん俺のこと分かってきたじゃない、難波先生。やっぱりそうなるのか。お弟子さんは現役のデカたちが尻込みする相手だ。俺のデカ魂はやれと言ってるぜ。じゃあ決まりだな。さっちゃん。一緒にやろうぜ。あんたは今日からまた一人じゃねえってことだ。よろしくな。なあ、いや、お、お、おい、
けてください。ほらほら、さ、おい、てめえら。ああ、来てくれたんですね、バイトヒーロー。あ、バイトヒーロー、なんだかよくわかんねえけど邪魔すんじゃねえよ。やっちゃうよ。よし、やってみろ。やってやるぞ。わかってこいよ。とっておき。よし、行くぞ。なめんなよ。見せてやるよ。俺の番ね。なめんなよ。どうするかね。よし、アクションだ。またいい女になっちゃった？ありがとうございました。だからそのバイトヒーロー、お待たせしました、バイトヒーロー .com のものです。ん？はは、こいつが依頼があった駆除してほ、確かに人相悪そうだ、金にも困ってそうだし。あ、いや、この人。お任せください、バイトヒーロー .com の。死ねえ、このクソヒーロー。何を勝ってやるぜ。俺の番だな、とっておきだ。やってやるぞ。私の番ね。してみろ。何が俺の番か。行くぜ。こそくらえ。だからチンピラ。そうです、助けてくれた。あっ先ほどはこんなことしかできませんが、お詫びの。はっはっはっは、じゃね、申し遅れました。株式会社、ちなみにこの社名は私の名字ヒロウとヒーローがかかっていまして。で、さっきからそのバイトヒーロー .com はアプリからヒーローを呼ぶ。困っている人から依頼を受けたらこちらで通称バイトヒーローを派遣し、まあざっくり言うと派遣型の簡単なお使いや人探しに猫探しまで幅広い依頼に応えているんです。だが実はうちが他の会社と違うのは、悪党撃退サービス。先ほどのお客様のようにチンピラなどの処理人長は異常に治安の悪いどん底の街です。なるほどな。だがそのようですね。いやはや、あなたのように、まさにあなたのような人こそ。別に気に食わねえやつを殴っただけ。ああちょっと、ま、なんだよ。もしよ、バイトヒーロー。はい、うちのサービス非常に、その反面依頼をこなす側、悪党を撃退できるほど強い人材。現状依頼を受けているのに助け、この町はどん底の町、一般一人でも多くの人を助けたい。だから俺に手伝え。あなたは腕前も素晴らしい、そして何よりバイトヒーロー .com はもちろん成果に応じた報酬はいかがでしょう。この町の平和のためにも。わかった、どれだけやれる。おお、あり、ああ俺は春日一番だ、よろしく。春日さんですね。
それでは、まね、バイトヒーロー .com。 わからん昔の映画に心地いい低音、そして絶妙なシートの硬さに暗い空間、睡眠不足解消にはもだな。大学の授業休校になったらまた来るわ。あ、それは俺メーガンさん、うち名作なのにな。あ、お兄さん、よければ映画。え、ああ、いや、そうなったらなんか大丈夫ですよ。古い映画イコール難しい映画ということ、 SF や恋愛、サスペンスなど馴染みやすいジャンルの映画だ。最新の映画に負けずとも、と、へえ、 CG がない時代の映画なんて本当にセット、それが逆に新鮮っていうか、そんな感覚がきっと。ああ、それにしてもあんた、まあ仮に今この多様化した時代を生き、忘れられた名作ってエンターテインメントである以上仕方ないことかもしれませんが。なるほど。はい、この海猫座は、まあ中には、そうだ、せっかくの初めてのようです。え、ええ、それじゃあせっかくだし、かしこまりました。これから上映するのはロボットコックというクッキング系アクション。へーって、あんたも一緒に見るのかよ。当たり前じゃないですか。あ、さあ始まりますよ。素晴らしい映画を制作してくれた私から言わせてもらえば。おう、やべえ、だがせっかくの支配人の子、私には記憶はない。何のために生まれたのか、家族も友も愛する者もわからない。だがこれだけははっきりとわかる。私は料理のために生きるのだ。なんか急に眠気が。
にいられたね。必殺ネオギャラクシーエクストリームフランベ。やっぱ映画館って眠くなるわ。面白かったな。ようやくラストシーンだな。この味、温かい母さんの味、思い出したぞ。この隠し味は塩だ。母さんの秘伝のレシピ、しかと受け継いだ。これからも俺は料理に生きる。面白かったな。ふう、なんとか眠る。しかしいい映画だった。この名画座がなければこの先も多様化した時代を生き、他にも映画やってるみたいだし、今日はありがとうな。ってお前が寝るんか。はあ、おう。
おう。おい。わかった。超万全だぜ。うん？もしもし。あ、パパ、久しぶり。よ。
許さないぞ。いい加減しねえぜ。俺の番だな。やってやるぞ。ザクビビってんの。来いよ。え？来ないよ。来て。よし。してみろ。見てなさい。はいぞ。おいさ。絶対負けない。やめんなよ。とっておき。見てろよ。俺の番か。やってやるぞ。やってやろう。食らえ。ほら、来いよ。やくなよ。してみろ。どうしてやるけ。私の番だ。おいよ。死に出かねえ。やめんなよ。やめんなよ。やめんなよ。よし、行くぞ。逃げるなら今のうちだぞ。態度でかいね。頼むだ。行くな。どうするかね。なめんなよ。行くぜ。ビヤ。ビビってんの。じゃねえ。やってやるぞ。おわおわ。ザコ。とっておき。ビビッ。絶対負けない。ああ、しんど。とっておき。おっ。うし。俺の番だな。やってみろ。見せてやるよ。逃げるな、今のうちだぞ。じゃあ来いよ。おやさんは。おわぁ。何のガードもだ。やってやるぞ。なめんなよ。見てなさい。おつ調子悪い。ほら来いよ。ジャコ、見てろよ。直してやるからな。ありがとう。よし、行くぞ。おわおわ。何のから今のだ。おやさんは。どうするかね。私の番ね。よ。あ？はあ。くそ。待った。お？なあ。ちょっと。よっ。
おい、ああ、なあ。
おい。行くぞ。これだ。絶対だ。
いらっしゃい。ありがとう。
ん？